シムシティシリーズとはマクシス社のリアルタイム都市経営シミュレーションゲームのシリーズである。マクシス社がエレクトロニックアーツに吸収された現在は同社から発売されている。ミニスケープと呼ばれるコンピュータゲームの一つでプレイヤーが市長となって街を運営していくことを目的としている。1989年に第一作シムシティが発売されて以来、 多くのシリーズが開発されている。日本語表記は当初はシムシティだったが、後に音引きなしのシムシティに変更された。バンゲリングベイの作者ウィルライトによる作品。初代シムシティは、米国では1989年発売、日本では1990年に発売された。プレイヤーは主張となって様々な手法で、 シムと呼ばれる市民が住む街を反映させていく。未開地に住宅、商業、工業地区を指定、交通機関や電力などの各種インフラを整備することで街を発展させる一方、犯罪や公害、交通渋滞などの都市が抱える、諸問題や火災や地震などの災害への対応、財政、条例、情報収集等々、プレイヤーの仕事は、 多種多様である。新作になるほど現実性の追求から仕事はさらに複雑化する傾向にある。シナリオモードなどを除きクリア条件は設定されておらず、半永久的にゲームを続けることができる。おおむねのシリーズでは、資金が一定以上マイナスになると、ゲームオーバーになる。セルオートマトンを用いた。 自立環境系ゲームの走りで、ライフゲームのようなモデルを複数層重ね合わせることで、予測のつかないリアルな街の様子を表現している。プレイヤーがアクションを与えなくてもそれらしく状況が変化していく、画期的な作品である。パーソナルコンピュータ用から家庭用ゲーム機、携帯電話などにも移植されている。日本市場のパソコン向けにはイマジニアから出ているものがある。 エレクトロニックアーツは、シムシティを子供たちの教育にも活用することを考えている。シリーズ第3作である、シムシティ3000位では、公式サイトで、ティーチャーズガイドが公開されている。また、初代、シムシティは、ワンラップトップパーチャイルドの100ドルパソコンに、プリインストールされることが発表されている。ニンテンドー、シムシティ、2007年10月12日閲覧。 ABCD 株式会社、QB 級編、懐かし、スーパーファミコンパーフェクトガイドマガジンボックス、2016年。ISBN 9長7848億6640万82二 P 90マージクンツシムシティ3000ティーチャーズガイド。2007年11月10日閲覧。i t メディアニュース ,EA。E A シムシティを100ドル PC のアルプックプロジェクトに寄付。2007年11月10日閲覧。AB、箱庭ゲーム最新作、シムシティビルドイット iOS、アンドロイド向けにリリース予定。スワイプ、2015年2月3日閲覧。注目、都市育成の名作、シムシティがスマホで登場。街を手に取る操作感が新しい。ファミツー .com。 2015年2月3日閲覧。ありがとうございます。